初と言ったらですね、今から行く須坂、この原、この花ロードか、五ヶ瀬川堤防のですね、あと浅井が丘の防風林の中にも彼岸花植えてますよね。ちょっと早いのかな、ですな。これなんか変わった色するな。
から もらった髪の毛はどこやったんだって言ったらしいです。出ませんな、あんまり。まだちょろっとしか咲いてないですね。あ、この辺のつぼみですわ、まだ。ちょっと先走りすぎましたかな。すごいですわ。やっぱあれやな、描画しないよりやん、北方屋の方が早いってことは、より寒さを早く感じたからですかね。彼岸花にはちょっと早かったもんね。ひまわりを取りましょうかね。空とひまわり、それではここでクイズを一つ。ここ右はここ右はマルカユの跡地ですね。テナント募集中の看板が出ております。宮崎太陽銀行お客様臨時駐車場になっております。突然こう建物が取り壊されて更地になると、あれここ前何があったかねと思いますよね。で、クイズです。ここの左側なんか取り壊されて更地になっておりますが、ここ何があったですかね。ほんと思い出せん。